はい、皆さんこんにちは、なみきです。今日はこちら千葉泉ゴルフクラブに来ております。さあ、そして今日はコラボになるんですけども、再びコラボということで、やっとこの方々とゴルフ場に来れました。とっても嬉しいです。ということで今日はチャンネル対抗でいろいろ対決していきたいと思います。ゲストの方はこの方です。どうぞ。はい、こんにちは。こんにちは、レナです。アナクさんです。お願いします。お願いします。お願いします。再びありがとうございます。はい、今日はせっかくゴルフ場に来たので、はい、まあ、以前はね、ずっとあの練習場というか室内だったので、はい、はい、ということでゴルフ場で今日はチャンネル対抗で対決していきたいと思います。イエーイ。なので今から9ホールは安楽さんチャンネルと並木ゴルフチャンネル、そうですね、今撮影してくださってるブライソンさんもチームに、私のチームに加わってやっていただきます。はい、勝負勝負。やばいですね。そうですね。で、初めてなんですよ、うちのチャンネルでブライソンさんが打つの。そうなんですね。しっかりプレーをお見せするので。はい、了解です。はい、ということで今日は、まあ、ルールで言うと簡単に説明しますと、はい、9ホールあるので3ホール3ホール3ホールに分けて、はい、ちょっとルール変えてやっていきたいと思います。はい、わかりました。はい、じゃあよろしくお願いします。歩きながらルール、そうですね、はい、はい、よろしくお願いします。打っていきましょう。打っていきましょう。めっちゃ焦ってます。お願いします。おお、ナイスショー。さすがです。朝一なのに関係ないですね。早い早い、さすがでございました。早い早い。さあ続いてブライソンさん。ブライソンさん、並木ゴルフチームの、まあ、なんだろう、先に走ってくれ、なんて、走ってじゃないわ。そうですね、でも並木ゴルフに恥じないように。あ、ブライソンです、よろしくお願いします。頑張って。はい、おお、これはフェアウェイ残るぞ。あ、バンカー。あれ、そっちまで行っちゃった。まあまあ、全然問題ないです。あららら、はい、バンカーなら問題ないです。ティーはブライソンさんと安楽さんが青、稲妻さんは稲妻さんは白、並木さんは赤です。私、いいなぁ、赤お願いします。稲妻です、お願いします。おい、ありがとうございます。よし、朝一 OK。 ナイショー。イエーイ。え、これ赤ってこっちね、赤がないから、緑 か, か 緑, な、ね、緑が赤なんだ。じゃあ一日お願いします。お願いします。ちょっとブライソンさんがバンカーなんでフェアウェイに行こう、とりあえずね。あー、やばい。 OK、 いや、いいとこでしょ。スライス。おー、いいとこ。ナイス。オッケー、止まりました。オッケー、オッケー。オッケーです。はい、まずこの3ホールは、はい、4ボール。はい、4ボール。4ボール。頭で考えたね。なんだっけと思いました。野球みたいな感じですね。4ボール、あの、まあ、ベストボールとも言われる方式で、はい、あの、全員がホールアウトまでプレーして、チームのいい方のスコアを採用する。右で過ぎちゃう、全部。いいねー。あ、ナイスキック。ナイスキック。ナイスキック。ありがとうございます。めっちゃいい。めっちゃナイスキック。イエーイ。ラッキーラッキー。ここのゴルちゃんもう並木ちゃん用になってるわ、今日は。いや、違うんです。でもブライソンさん得意らしいですよ、ここのゴルフ。本当ですか。ちなみに。でもバンク入ってるからちょっとこっち的には。確かに、そうだった。ラッキー。はい、シャンカーなんで140ヤードで8番でいきたいと思います。はい。どうだ？バンカー入っちゃった。そうですね。あら、バンカー入っちゃった。稲熊ちゃんもバンカーです。ありがとうございます。ナイス。ナイスオン。ナイスオン。何番で打ちますか、ブライソンさん。はい、残りが137ヤード。はい。なんですが、打ち上げあるので8番で
ございます。ナイショー。うわーナイショー、ありがとう、ありがとう、ありがとうございます。めっちゃナイスショット。60度ぐらいあるかもピンまで。50度でいきます。まあ僕乗ってるんで。そうですよね、はい、ブライスさんが乗ってるから。ベタピンつけてください。攻めます。ラフやられたよ。惜しい。オッケーオッケー。ちょっともうラフが結構しぶといかもね。確かに、はい、もう夏ラフになってます。夏ラフになってます。ナイスアウト。ナイス、ありがとうございます。お見事。ありがとう。もう安心、安心して打てるぞ。58度で。あ、ちょっと右出ちゃった。どうも、ん、いい感じ。こう打ちたかったです強いて言うなら。おお、さすがすぎ。さすがです。いやでもナイスタッチです。入ったらパーですかね。入ったらパーってことはブライソンさんにプレッシャーを与えられるってことですね。そうですねあ、そっか、バーディーか。ワンピンなんだ。あ、でもいいね。お、入る。ナイスパー。ナイスパー。ありがとう。ちょっとやったぜ。バッチリでした入れよう。そう、これがブライソンさん入れてくれれば私も打たなくていいんですもんね。はい。いや、いや、お願いします。いいね、いいね、いいね、いいね。あ、入れなくていいですか。一応トロークにしましょうか。スーナイスパー。やったイエーイ。ということでパーパーなので引き分け。そうですね、面白い光景なんですけど、私とナミちゃん取り合ってる。何してるんですかこれ、意味ない絵アンナさん落としてください意味ない意味ない。そうですよ、意味ないですよでもいい感じになりましたよ、バランス。そうですね、結果。いや、稲妻さんナイスパー。稲妻が奇跡を起こしたぐらいで、はい、激パーだよ。これ奇跡ですよ。ちょっと余裕ぶっこいてたのに、うん、逆に言うとあれ、稲妻さん外してたら僕バーディー入ってたかも。そうそう、ね、蓋下言いました、蓋2番ホール517ヤードパー5です。はい、ナイスショット。スコ時間さすがすぎます。ナイス、さすが安楽さん。センターにちょんと置く感じでお願いします。でお願いしますボールにお願いしたんですよ。あ、なるほど。ナイスショー。うまいんですけど、ブライソンさんもいい感じ今日調子いや違うんですよ、今日で聞いてくださいよ。息しなに、ちょっと僕今日筋肉痛なんでちょっと無理かもしれないって言ってたんですよ。違う違う、言い訳してましただからなのにめっちゃいい。だから言ってなかったのにバラすなよわーい、おはようございます。すごい、やっぱ稲村さんもすごい、さすが。やったぜやったぜこんなの稀にないぜいいよ、レディスティすごいよ。あ、何だ、笑顔めっちゃ遠いよちょっとちょっと、伸びしハンデありゃんじゃない。ちょっとちょっとこんだけハンデもらってるんだから超えないとね。ナイスショー。またでも曲がっちゃった、まあね、あの右を行っちゃえば、木の右行け。オッケー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 、左あいよ、いい感じいい感じ。ありがとうございます。ナイス、ありがとうございます。私も心臓がもう太って心臓がきついんですけど。心臓がきつい、はい、大丈夫ですか。だからいい運動やいい運動やすごいいい運動や。あんまり歩くことない。そうですねえ、乗りますよ今日私も乗る人なんですよ。僕ほとんど乗らないんで、じゃあ僕チャンスですね。私乗る乗る。あ、そっか。そう、なんなら走ってます。すごいすごい、後ろある走る。さ、そのマネジメントさすが。コースマネジメントじゃなくて。たまたま。カートマネジメント。カートマネジメント。いいですね。253ヤード。253ヤード。5ウッドですか？いや、スプーンです。スプーンですか？
あうわーすごい。あ、入らなさそう。おおいいね、アナさん。ナイスショー。やばい。どうぞ。サンキューです。おい、すごいな。いいんじゃない。まあ、かっこいいわ。なんかすごい手前。あ、オッケーオッケーオッケー。ナイスー。ありがとうございます。スプーンでちょっと頑張って。うん、おお。ちょっと右の木が。あ、そうですね。もうあの左のエプロンぐらいを狙って、ちょっとカットしながら。ああ、逆球だ。まあまあまあ。大丈夫だ。方向的にはあ、あ、え、まずい？あ、跳ねて入った。ラッキー？おお。え、見えた見えた見えた。本当に？アンナさん、私入ったように見えたけど。僕も入ったように見えました。あ。オッケーオッケー。マイケ、フェアウェイフェアウェイフェアウェイ。やる。いけ。いけないやって。あ、惜しい。オッケーオッケー。いかない。惜しい。行かなかったぜ。惜しい。92の上げ、ちょっと結構吹いてるんで7番。うまっ、おっきいかも。あ、うまい、うまい、ストップ。ちょっと大きかったかも。あ、止まった止まった止まった。ナイスナイスナイス、イエーイ、3よっしゃ、92の上げ、いい感じ、いい感じ、助かった。バーディーチャンス、バーディーチャンス、いやナイス。ピッチングでいきます、軽く。本当にシャンク持ちがすごいので、うんうんうん、シャンクしないように。お、うまいんじゃない。どうだ、うわー、え、いいとこ、ナイス、ナイス、お見事、イエーイ。安楽さん、めっちゃ目いいっすね。めっちゃ目いいっすね。遠くは見えるそうですね、56度でちょっとフェース開いて、トップだけ気をつけて乗りゃいい。うまいよ。ありがとうございます。うまい、ナイス、ありがとうございます。あら、珍しい。そうですね、ちょっと一回落ち着きますか。心臓がちょっと悪い。そう、そうですよね。そうなんですよ。そうですよね。意外と。いやいや、意外とじゃなくてね、そこはやっぱ気をつけないと。反対、ゴー。わかりました。上りでフックなんで、ちょっとピッチングで。ピッチングで。ゴー。うーん。フックしませんでした。ちょい弱。あれ、頑張ります。スライス、ワングリップぐらいの、若干下り。おー、ナイスタッチです。安全に行きましたね。私これ嫌ですね。下りですよね。下りのスライスでタッチぴったりあって、ワンピンぐらい切れると思う。ワンピンか。うん。結構伸びんのよ。結構伸びんのよ。うわ、うま、入る？入る、入る。入る。うわ。ナイス。うまー。イエーイ。うまー。いや、見えてるんですね。今さ、今、短いと思った、はい、うん、すごい伸びる。これですね、朝のパッティング。なんてかわかる？ 3 人の中で1人だけですか、レーシングリアル。あ、バレてる。そう、朝のパッティングでね、思ったんですよ、結構転がるって。やったな。ナイス、お先します。すいません。ナイス、ナイスでした。ありがとうございます。いや、僕打ちたくなかったもん、このパーパット。よかった。うわー、ナミちゃんよ、もっと過ぎろと思ってしまったよ。ちゃんと対決してんな。おー、見事。あー、惜しい。やばいやばいやばい。あー、惜しいです。代わりに打ってもらうことってできるんですか？ダメです。それはそんなルールありません。でもこれ入れれば、はい、パーですよ、わけです。そうそう、パー、パー、うん、
ナイスパー。ナイスパー。稲熊が絶好調でございます。大活躍。いい勝負。カメラ回るといいのかな。ちょっと重なりましょう。乗ろ乗ろ。ね、もう見られちゃうから。私ももうあの心臓がへへへ言うてるから。本当荒木さん気をつけてください。3番ホール390ヤードパー4です。390ヤードナンバー3。でもフェアウェイ、うん、やっぱね、アンナさんはねコースマネジメントです。コースじゃなくてカートマネジメントですからね。そうカートマネジメントです、はい、確かにあっちだ狙うなら。まあ左ドッグなんでコーナーからまあドローでもフェードでもどっちでもいいや。めっちゃいい球。ナイスショー。ありがとうございます。ありがとうございます。ブライソンチームでなんかやっぱりなんか出りゃいいじゃん。何読んでるんですか。なんかあるじゃん、ダブルスなんとか大会。いや私足引っ張りますよ。いや引っ張れないよ。引っ張ります引っ張ります。いやだってここまで助けられてますから。いやいやこれはリリースティだったから。狙いはバンカーの、バンカーの右。ウェイ調子乗った。ナイス。でもクマドライバーハートマネジメントよしでしょ。また100ヤードぐらいいただけるぞ、ナミちゃん。 ありがとうございます。100ヤードいただける。ナミちゃんの本当にそのハンデいいな、はい、そうですね、ここレディースってありがたかったですね。羨ましいな。100ヤードいただけるいただけます、ありがとうございます。いただきます。いや、いいな言うてますけど、飛んでるからいいじゃないですか。いやいいなぁ。なんでね。美味しそうだな。美味しそう。ま、違うぞ。ドライバーどんなもんなんですか。え、もう230ぐらいじゃないですか、本当コース。ね、アンナさん。30とかだったら、40、50。まあ、よくて、まあ、4、50。あーるぐらいですけど。当たれば行くよ。やばい。そうなんですね。分かる。白旗よりもちょい左ですかね。うん、もう全然左でいいと思います。左。あの、サブグリーン方向。サブグリーン方向でいいです。サブグリーン方向。はい、わかりました。はい。オッケー。ナイショー。完璧だよ。最短。めっちゃいい。すごいね。ちゃんと買いました。めっちゃいい。パラダイム。完璧。そう。言っていただいたじゃないですか。パラダイム。すごいよ。バコだ。え、これってダメなんですか。あれ通販がします。値段ピャーイ剥がさなくてこれで調子いいんだから。そうか。なるほど。確かにそれでね、ちょっとしなりとかの影響は。え、これ変わります？変わる。このシール1枚で。変わる。だってこんだけ調子いいんだもん。そのまま。サクサン。恥ずかしい。だって安楽さんすごい勢いで止めたからね。あのそういう都市伝説あるから。あります、ね、あります、ね、あります、ね、あります、ね。皆さん見てください。ナミさんのクラブバーコードついたもの。恥ずかしい。剥がさないタイプ女子。これイナちゃんどこ狙うんですか。これは一か八かでバーンって狙ってきます。お、え、はい、グリーン狙うんですか。はい。グリーン狙う。ちょっと左からってこと。ヒッツスライス打てたらいいな。って感じで。うわあ、当たっちゃう。あかんかん、後ろ行っちゃった。スタッフ。ああ、いない。惜しい。ではもう一球行きたいと思います。はい。うん、ナイス。止まって出ちゃった。ナイス。でもナイス、でもナイス。ああ、ナイスリカバリーですね。ありがとうございます。アナさん、ドライバーだ。え、直ドラ。ドライバーだ。何これ。スイングも結構厳しいですね。ドライバーです。岩井姉妹のように。お、ああ、残念。なんか当たってその根元行っちゃった。なんかに当たった。木に当たっちゃいましたね。木なのか。当たっちゃった。チャンス、並木チーム、チャンス。チャンス到来。おお、すごい。プロの技出ました。ナイス、さすがですね。さすがだ。やっぱプロはどこからでも打てるんですね。打てるんだ、これは。130ヤード、ちょっと左からのフォローなんで、まあセンター目に打って風でピンに寄ってけみたいな、うん、ほい、左サイドに乗れば最高。お、いいんじゃないですか、左から。
わあ、でかい。ああ、ちょっと大きいです。あ、ちょっと大きい。パーカクや。ちょいよく行っちゃいましたね。はい、まあ、でも、いいとこです。はい、問題なしです。あざす。ナミキさん、ベスポジだよ。ベスポジ。ありがとうございます。本当だ。97、8番だな。さっき大きかったんで。OK。ほい、よし。ああ、トップ。ラフに壊れろ、ラフに壊れろ。ああ。あ、OK じゃない？止まれ止まれ。OK、OK、ナイス。ナイス。よっしゃ。ありがとうございます。まあ、8番の回があった。8番。よかったね。はい、オーマイガー。オーマイガー。2人とも2オン。アンラフ稲川チーム。よし、稲熊見せる。難しいですね、4打目。弱すぎた。ごめんね、アンナさん。いやー、なっちゃいますよね、感じ出すと逆目だったし。あー、感じ出しすぎたわ。はい。アンナさん、アンナさん、撮影ですよ。はい、やった。お、ゴーゴー。ナイス、ナイスタッチ。うん、入る。おお、ナイス。え、安楽さんすごい。ナイス。ボギー。いや、さすが。いやいや、ないや、大きいんじゃないですか今の。これ大きいですよね。あれワンパットですよ。これもうだからピックアップですよ、稲熊さん。いい感じ。いい感じ、入る。曲がれ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 。うわ、ね、めちゃくちゃうまいし。マジでうまい。今のがブライソンさんにはめちゃくちゃ参考になったやつだから。そう、だからここだけだったらやっぱ切れたのね。そっからは切れないで、はい、ちょっとマークしときます。曲がれ、もっと曲がれ。うわー、さすがです。もうじゃあ入れちゃってください、はい、ナイス、ナイスでした。参りました。ありがとうございます。参りました。よし、ここで、はい、ナミちゃんたちがパーパーパー、はい、オシチがパーパースダボ、おー、ということで2打差ですね、はい、2打差ですね。で、続いての3ホール、はい、ここからはオルタネートでいきたいと思います。おー、あ、変則オルタネートにしましょう。あの、ティーショットは全員打って、はい、そこからいい方を選んで交互にいきましょう。わかりました。はい、3ホールとも全員打ちましょう。はい、3ホールとも刺しましょう、はい、の、はい、変則オルタネート、はい、後半、あ、後半というか、次のホールもお楽しみに。はい、お楽しみに。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。そして SNS もやっておりますので、ぜひフォローしてください。バイバーイ。